日本改革党福澤と申します。今日の自民党総裁会では河野太郎デジタル大臣も来ているんでしょうか。実は私、河野太郎に名誉毀損で訴えられております。一般人の私がですね、ネットに河野一族は中国共産党の犬って書いたところ、なんか怒っちゃったみたいで私とか皆さんはですね、自分の知能を知ってますから、バカって言われてもそんな怒んないですよね。ですけれども、バカにバカって言うとすごい怒んですよね。220万円払えなんて言ってまいりました。ですけれども、これどうですか。テレビ新聞一切報道してないですよね。デジタル大臣、しかも総理候補が私のようなですね、心は女だっていうおっさんがですね、女子風呂に侵入しても文句言いにくいような法律作っちゃったのはどこですか。自民党ですよ。他の国はどこもやってないような、外国人に生活保護を上げちゃうような、そんなバカなことを何十年も続けてるのはどこですか。自民党ですよ。毎年毎年ですね、数千人規模、昨年は9000人実習生がいなくなっちゃってですね、不法滞在者がとうとう25万人地下に潜伏しています。そうやってですね、不法滞在者増やし続けてきたのはどこですか。自民党ですよ。安倍政権の時に改正されましたけれども、外国人は通名を何十回でも変えられるなんていうことを許していたのも自民党であります。あと何ですか。最近ですね、韓国が貿易自由国に戻っちゃいましたけれども、竹島占領しているですね、軍事敵国とそもそも貿易自由国の関係ですか。韓国人は言っちゃ悪いですけども、敵国人ですよ。そんな人らがですね、来日できてのんきに観光できてるのおかしいと思いませんか。ウクライナ人はロシアを観光できませんよ。これは北方領土を取っているロシア人にも当てはまります。憲法改正やりますやりますって言ってですね、改憲やるやる詐欺を69年間続けている詐欺政党が自民党ですよ。どうだ。69年間かかって一文字も変えられていないじゃないですか。自民党はですね、我々から委ねられた権力を下着パーティーに使ってるんですよ。おかしいと思いませんか。竹島、北方領土、拉致被害者、何十年経ったら我々の手に取り戻せるんですか。全然やる気ないですよね。我々から任された権力はそういう風に使ってほしいのに、何ですか。それを動かして脱税して一般人を訴えて、そんなことに使ってるんですよ。確かに自民党はですね、経済に関しては強いかもしれません。株価も4万円台になりましたし、今の日本では餓死する人は我だと思います。菅前総理は最後には生活保護があると、食うに困らないと、言っておりましたけれども、竹島と北方領土と拉致被害者、何十年も戻ってこないというですね、不名誉と屈辱を、飯が食えるだけ、金があるだけで我慢することはできません。自民党は我々に
飯が食えるからいいだろうと、金があるからいいだろうと言ってるわけなんですけども、不名誉と屈辱を食えることで我慢して、我々は家畜じゃないんですよ。そうですよ皆さん。そうだ、この不名誉と屈辱を子や孫や老いや命に引き継がせるんですか。おかしいですよね。昭和が終わる頃、私は学生でした。何の力も権力もありませんでした。今思うことは、昭和に権力を持っていたおっさんたちは一体何をやっていたんだと、一体何を寝ぼけていたのかと、何十年も何十年も。それでですね、今私も50を超えまして、令和の達人となっております。後世何十年か経って、令和のおっさんたちは一体何をやっていたのかと、子孫に罵られないようにしたいものであります。お集まりのおっさん、エンド、レディースの皆様、一緒になって悪いことは悪いと訴え続けていきましょう。よろしくお願いします。